はい、えー、それでは今回は、えー、絵本のおうち、ここの代表であり、テーブル作動講師としても活躍してらっしゃいます、畠山りみさんにお話を伺いたいと思います。それではリミさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、えー。では早速ですけれども、リミさんの夢やビジョンについてお聞かせください。はい。えっ、ー、と、私は、温かい心が温かい人を育てる世界というものを、 が夢ですで。そのためには一人一人の心の平和が必要で自分を生きる力を育むということをこう子どもたちに伝えていきたいなと思って活動しています、はい。ありがとうございます。なんかスタートからすっごいもう聞いてるだけで気持ちがね温かくなるような夢ですけれども。<laughs> なんかその温かい心が温かい人を育てるっていうで、やっぱそこに必要なのがやっぱあの自分を生きる力を育むということだったんですけど、まあ、それがどういった力なのかとか、はい、そこら辺のイメージをもう少しあの聞かせてもらっていいですか。そうですね。はいえー、とこう自分役割を与えられた役割を生きるのではなくて、こうはい、本当に自分がやりたいことを。 を大切にしたり自分が感じてることを大切にしたりこう自分の気持ちを大切に生きていいんだよっていうことを伝えたいなと思ってます。それであの自分のを生きる力を育むために絵本のうち古今という名前で自宅で小さな図書室をしています。絵本、児童書、昔話。 などをを通ししてててて子のの感性を育たててたくさんの言葉にに出会う場にしたいいななと思っていますあなるほどありがとうございます。なんかその絵本やその児童書っていうのがその生きる力を育んでいくのに、うん、やっぱりいいっていうことなんですかねそうですね。うん、あの本の中にはたくさんの物語があるので、はい、そこでこう 子供にとっては、こう、年齢が小さいほど、特にこう、絵本の中で起こることっていうのは、疑似体験であるんですけど、本当に自分が体験したかのように、小さな子供にとっては本当に、自分の心に重なるもので、そしてそういう物語の中で、こう、いろいろな人の考え方や、いろいろな人の気持ちを知ることができますので、 そういった体験ができるのはすごく本ならではの良いところだと思いますしまたうーんと小さな子はお母さんの言葉から日本語を獲得していくので、うんはい、ですが日常の中でお母さんが使う言葉っていうのは限られてますよね。それを、うん、大好きなお母さんの声で絵本に書かれている言葉を読んでもらうことで 普段は使わないような美しい日本語に出会ったりっていうことでこうより幅広い言葉を獲得していけると思うんです。それでこうたくさん言葉を知ってるっていうことはアウトプットする段階になった時に自分の気持ちを表現する言葉をより多く持ってるっていうことですよね。それがこう 自分の感情を表現するのにも役立ちますし、それは結局コミュニケーションにも役立っていくので、より人生を豊かにしてくれるものではないかと思っていますあ。ありがとうございます。まさか絵本や児童書に。 そんな効果があったとは本当驚きですけれども、いや、すごくあのね、人の子どもたちの心をこう育んでいくのに重要なツールなんだなというふうに感じました。はい、ありがとうございます。えー、それではですね、本当、男絵本を通しながら読み聞かせながらですね、まあ、自分を生きる力を育んで、はい、そして温かい、ね、心が温かい人を育てているような、まあ、そんな世界を作っていきたいというところなんですけれども、 そうした夢や美女へ向けての目標計画というと、どういったところなんでしょうか。はい、そうですねあの。今お話ししたような絵本を通して、子どもの心を育てるお手伝いをしたいっていうこともありますし、あとこう、お部屋の中にお花を飾ったりとか、はい、こう季節のものを飾って、 季節感を味わって、日本の季節の行事を一緒に楽しみながら、日本の文化を伝えるようなこともしています。そして、その、何、うん、でしょう,こう。長年読み聞かせをしている中で、子どもたちが家庭で、はい、こうお月見だとか、季節の行事をあまりしなくなっているということが分かりまして、 はい、それはこうお母さんが忙しいからとかその行事の意味をよくわからないからっていうところも原因の一つであるということも分かってきて日本人だからこそ楽しめることとかこう昔から伝わってきた文化を次の 子供世代の子どもたちにも知ってほしいなと思って、そういうことを特に伝えたいという思いでテーブル作動の方も始めました。あなるほどです。そこからまさか派生してのテーブル作動だったとは。そでもやっぱお子さんを通してやっぱりお母さんの現状とか見えてきますよね。そううですねうーん 言われてみれば、確かにその季節の行事とか、やらなかったり、知らなかったりっていうのが増えてきていて、そういうのが、やっぱこのお母さんにとっても、子どもにとっても、やっぱりこの温かい心を育んだり、生きる力っていうのをこう得る機会を損失しているっていうことにもつながってくるんでしょうかそうですね、うん。やっぱりゆとりがないとできないことだと思うんですよね。 確かに時間にも心にもやらなくたって生きていけることではあるんです。でも何て言うんでしょうねそれを親子で共有することで、うん、子どもの心に思い出として残るんですよ。うんはい、それがこう親子共有のすごく大切な。 記憶になっていくっていうのを、私も子育てを通して感じているので。そこのところ。をお伝えできたらいいなと思ってます。なるほど。いやあ、りがとうございます。なんかね。まず、その本当にあのリミさんが言ってらっしゃることが、やっぱりあのお母さんの心にゆとりを作ることでもあります。しま、そのきっかけを作ることでやっぱね。親,親子のその共有の時間。 思い出の時間っていうのはやっぱり作ることが心を育むことでもあるなと思いましたし、それが育まれることでさらにやはりゆとりが生まれてくるっていうような相乗効果もあるのかなというふうに感じました。うん、いやはい。ありがとうございます。いいですね。だから私もそういう親子時間すごく持ちたいなと改めて思いましたね。<laughs> はい。はい。ありがとうございます。 まあそういういうにあの今、ね、テーブル作動の講師と、そしてあのおうちでの,あの図書,図書室、古今のまあ開催されながら、ですね生きる力、温かい心を育んでいらっしゃるわけなんですけれども、うん、まあそうした夢やビジョンを原化させていくのの、はい、あの活動指針や実践行動というと、どういったところにそうですね。えー、と絵本のお本のおうち方はこう大きな、はい テーマとして、大人も子供もほっと心が緩む場所ということを大切にしていて、お母さんたちすごく、初めは、私よ、もともとは読み聞かせボランティアから始まっているので、どうしてお母さんたちはお家で子供にあまり本を読んであげないんだろうっていうのがとても不思議だったんですよね。あはい、でも実際にこう 子育て中のお母さんたちがこう本当にお仕事されてフルタイムでお仕事されている方も多いしお家のことでいろいろ大変な方もいるし本当にねすごく頑張ってる毎日 <laughs> それでこう体も疲れてるし気持ちにも余裕がないし時間にも余裕がない っていうのがすごく分かってきて、まずはこう子供に絵本をっ,とっていうのも私は大事なんですけど、うん、その前に一緒にいるお母さんが心のゆとりを持ってもらう、ちょっとホッとしてもらうっていう、うんはい、そこから始めないといけないなっていうことに気づきました。うん、なるほどですね。はいあのおいち 家の中ってお母さんってとっても家族にとって大きい存在だと思うのでお母さんが健康で笑顔でいたら家族みんな幸せでそして家族が幸せでいればまたその家族が一歩外家庭から外に学校であったり幼稚園であったりお父さんだから会社に行ってそこで幸せなマインドでいればまたその周りの人に 優しい気持ちで関わってい,けるこいくことができると思うので、そうやってこう本当に家庭から一歩ずつ外へこうそういう優しい気持ちが広がっていく世界、それができたらいいなと思ってます。なるるほどいやありがとうございいますなんか本当にに、ねあのー、今いるお母さんたちに リミさんの,あのテーブルさとか、あの、図書人にぜひ行ってほしいって <laughs> あの言いたい気持ちにすごくなりましたけれども。<laughs> ありがとうございます。なんか、そういう本当お母さんの心がね、ほっとあの緩んでゆとりを持てるようになる、ん<ー>なんかそういうふうなあの心を作るのに、特に心がけてらっしゃることとかありますかそうですね。うん。やっぱ、なんて言うんでしょう。 会ってお話しするときにこう、はい、コミュニケーションの取り方っていうんでしょうかね、うんうん、そういうのをこう信頼関係ができるようにというコミュニケーションを心がけています。大事ですね。<laughs> いや、ありがとうございます。本当になんか人の、はいあのね、お母さんたちの心に寄り添ってらっしゃるんだなというのをすごく感じました。 はい、ありがとうございます。今ね、はい、本当、あの、奥さんたちにも読み聞かせをしながら、お母さんたちに本当、ほっとゆとりが持てる、あの、そういうふうなバーとコミュニケーションを提供してらっしゃるりみさんなんですけれども、まあ、こういった夢やビジョン実践をするように至った一番大きなきっかけや発見というと、どういったところなんでしょうか。そうですね。今から3年前に、はい、あの、 2019年の夏なんですけど、敬愛力コーチングの福田道恵さんっていう方と出会うことができました。はい、でうんその方とお会いした時にこう、私自身は普通にお話をしてると思ってたんですけど、うん、後から分かったのは、それは、あの福田さんはコーチングの、うん 先生なので、はい、私とお話ししているようには感じたんですけど、それはコーチングのセッションだったんですね。ああ、なるほどですね。<laughs> 実は。実は, <laughs> 実は。それで10分ぐらいお話しさせていただいたんですけど、こう初対面なのに、すごくこう、何て言うんでしょう。私の心の奥をつくような質問をたくさん投げかけてくれて、うんはい 今まで自分では考えたこともなかったようなことを質問してくるので、ものすごくこう自分の心の中でこうぐるぐる動くような、いっぱい考えるというか思いを巡らせるような質問をたくさんしてくれて、で、その中で最後に出てきた答えが、 お母さんと子供がほっとできる場所を作りたいっていう私の願いだったんですね。はい <laughs> で。そんなことを思ったこともなかったんですけど、はい、そのコーチングセッションによって思いがけない自分の望みを発見することができたのが始まりです。はあ。いや、すごいですね。すごい力だと思います。 それはなんかこう、気付いたときはどんな気持ちだったんですかもうねあ、なんでしょうね。もう話してる間に涙が止まらなくって、はい、悲しい涙じゃないんですけど、なんだかよくわからないけど、と、はい、にかくその日あの、ホテルのラウンジでお話してたんですけど、はい、そこで号泣してて、<laughs> <laughs> すごいです、ね、怪しい人だったんですけど怪しい人だったんですね。 でも何かこう、すごく心を揺さぶられて、それでこう、もうちょっと福田さんと一緒に関わることができたらいいなという気持ちになりまして、そして、あの、彼女がやっている敬愛力コーチングの勉強を始めることにつながっていきました。なるほどですね。 いや、でもね、自分でも思ってもいなかったことを発見するってすごいですね。うん、すごいです。魔法のようでした。<laughs> なるほど。でもさ、発見してみて、それはどちらと納得みたいな感じだったんですかね。それとも本当に意外というか。うん。なんでしょうね。あ、ちょうどその頃をはい。を、 いいろろ自分が何をしていけばいいかっていうことも考えてたときではあったので、はい、私の答えはここにあったんだっていう驚きもあるし、あこれが答えだったんだっていう、うちょっと安心感みたいなものもあ,ったしありましたね。うんなるほど じゃあ,そのある意味、ね、リミさんにとって本当に天気で、自分がこれから何をしていったらいいんだろうというその疑問を持ったところに、その福田さんとの出会い、ね、うん、その質問があって、うん、自分があこれをやりたいんだという答えに出会ったということなんですね。すごいタイミングで、まあ、それで今も、ね、<laughs> ん活動があるので、いやもう人生大転換だなと思うんですけれども、そうです、ね、すごい大きな気づきをもらった出会いでした。あ,はい、ありがとうございます ご自身としては本当思ってもみなかった答えに出会ったということなんですけれども、何かしらリミさんの中にあったことではあると思うんですよね。お母さんとお子さんにそほことできる場所を提供したい、まあ、そういうふうな思いを持つに至った背景というとは、どういったところにあるんででしょううか。そうですねあの。私自身が3人の子どもを育てた経験がありますので。 うん、うまくいかないことや、うん、こ後悔することや <laughs> そ,う、ね、そういうこともたくさんあってこう自分自身が子供はもちろんかわいいし大切なんですけどなんでしょう私自身がそ自分の気持ちよりもそちらを優先するスタンスで 関わってしまったために自分が苦しくなってしまった経験があって、でその時にこう私をこう責めることなくそのままを受け止めてくれて大丈夫だよって言ってくれるような人や場所に出会えたらよかったなっていう思いがあったので 絵本のうちここは私が欲しかった場所を作ったという感じですね。なるほど。うん、いやー、でもそれは相当あのお母さんの中ではね、本当たくさんの人がやっぱりぶち当たるところかなと思うんですけど、本当自分以上にやっぱり子供とか家族を優先して、うん、自分の苦しさを吐き出せる場所がないっていうのが、うんうん、なんかそれ、時事は結構。 リミさんもこうな長いことそういう思いを抱えてらっしゃったということなんですかね。そうですね、あの、うん、なんでしょう、きっと生い立ちからとかも関わってくると思うんですけど、はい、こうお母さんだからとか、妻だから、こうするのが正しいっていうことを優先して行動してしまっているところがあったので、うん、そうじゃなくって、 自分が感じていることやこう自分が思うことを大切にするっていうことを大人になって気づいたので、うんうん、そこをもっと子供の頃から伝えてあげたら子供はもっと自由な気持ちで自分を大切に成長していけるだろうなと思っています。す。なるほどですありがとうございます。 やはりその自分自身の,この気持ちをなんかあの、まあ、お母さんだからとか妻だからこうすべきではなく、うん、自分自身の気持ちや自分がどうしたいのか、うん、まあそれをこう、ね、感じれるゆとりがあ,あることだし、うん、そのゆとりを持ってやっぱ自分自身がどうしたいのかっていうのを持つこと自体が、まあ、生きる力を育むことでもあり、うん、あそういうふうな心の状態自体があのほ温かい心や温かい人を育むということにも つながるのかなというふうにはい、うん、感じました。いやもう本当はあのすてのねお母さんたちにあのね伝えたいメッセージだなというふうに思います。はいありがとうございます。ありがとうございます。ますそれでは最後に読者への一言メッセージをお願いします。はいえっ、ー、とこれはお母さんたちにも子供にも伝えたいなって思うんですけど。 大事な人を大事にするために自分を大事にするっていうことが一番生きていく上で核になることだなと思っているのでその言葉を伝えたいです。自分を大事にするっていうことは決してわがままではなくて自分の周りにいる自分の大切な人を大事にするためにまず自分が元気である。 健康であったり心も体もこう健やかであるっていうことからすべてのこう愛の循環が始まっていくんではないかなと思うのでそのことその言葉が私を自由にしてくれた言葉でもあるので皆さんにもお伝えしたいなと思います。はい、えー、ありがとうございます。すごく素敵なメリッ様ありがとうございま,いました。はい えー、それでは、今回は、えー、絵本のうち、古今代表であり、テーブル作動講師の畑山りみさんにお話を伺いました。りみさん、ありがとうございました。こちらこそ、ありがとうございました。